土手焼き土手焼き土手焼きは、牛の筋肉を、味噌やみりんで時間をかけて煮込んだもの。土手煮、または土手ともいう。鉄鍋の内回りに土手状に味噌を盛り、その中央でまず具材を焼き、熱により溶け出した味噌で煮込んでいくことから土手焼、き、あるいは土手煮と呼ばれるようになった。小田作之助は、大正後期から昭和初期の大阪を舞台とした、小説、夫婦全在の中で、 若旦那の隆吉をこう描写した。夜店の二千の土手焼きが好きで、土手焼きさんとあだ名がついていたくらいだ。口実するように、愛知県や静岡県、遠州などで、主に土手に土手と呼ばれる土手焼きであるが、1923年1月9日付の名古屋新聞でこう記されている。 今の岡崎市は何を取ることができるのかと考えて、見ると、昔ながらの名物八丁味噌だけが、矢作川の流れとともにわずかにその面影をとどめて、土手焼きは八丁味噌に限りそして土手焼きはさすがに、岡崎がうまいとありがたい賞賛を博しているくらいな、ものしか思い出せぬ。牛の筋肉を下茹でし、悪と、過剰な油脂分を抜く。下茹での澄んだ筋肉を適当な、 大きさにカットした特殊に刺していき、白味噌を主体とした合わせ味噌、砂糖やみりん、だしで、浅い鉄鍋で炒め焼きするようにしてから煮詰めていく。刻んだ青ネギと七味唐辛子をかけて強される。練り辛子を添えることもある。付け合わせとしてこんにゃくを一緒に煮込むこともある。愛知県や静岡県の遠州地方などの東海地方にも同種、同名の料理があるが、 土手焼きの名称はあまり一般的でなく、土手に、土手と呼ばれることの方が多い。また、単に、もつ煮といった場合にも、この土手煮を指す。牛すじ以外に、豚の臓物を用いることも多く、スーパー、肉屋などでは土手煮の材料として、下茹でした、牛すじ肉、または、豚の臓物、あるいは双方ともに売っている店もある。調味料は主に八丁味噌など、豆味噌を使う。 ドテニと共に串カツを供する店では、頼めば、串カツをドテニの汁に浸してくれる。ドテニをご飯にかけたものをドテ飯と言い,い、名古屋名物の一つになっている。東海地方のコンビニエンスストアやスーパーマーケットでは、ドテニの缶詰やレトルト食品などが、店頭に並んでいる。また、おでんのメニューの牛すじ串を味噌で煮込んでドテニ風に、したり、ドテニを、 おにぎりの具にしたものも販売されている。ありがとうございます。